やっほー、K-POP 雑食オタクの加田です。小田です。今日はマイカム記念すべき第10回におお。なりました。だけた。そう、意外とあっという間だね。ね。だから、月日が経つのが早いよね。この間始めたばっかな感じがするのに。気持ち的にまだ4回目ぐらい。わかる。そうだよね。10回もこんなさ、無駄話喋ってんだ。無駄話、ほんとそう。なんかそう思ってやっぱ、最初大丈夫かなって思ったけど、無駄話でいけば、まあ結構永遠にできそうっちゃできそうだなと思う。や、本当、聞いてくださってる方がいるっていうのが本当にありがたい。いや、本当にそう思う。ありがとうございます、いつも皆さん。ありがとうございまで、今日の質問からいきたいなと思ってます。す。はい。はい。J-POP の中で今気になっている箱推しはいますか？私はナンバーアイです。私も数年後には箱推しが変わっちゃうかもしれないけど、という質問をいただいたんですけど、ですね。私、加田は、すごいつまんなくって本当に申し訳ないんですけど、全然いなくて、というか、もう本当に J-POP に、皆さんご存知かと思いますけど、J-POP に本当に疎くて、アイドルもそんなに詳しくないし、アイドル以外の J-POP の曲すらあんまり聞いてないっていう状況で、なんかさ、もうさ、自分の推しの K-POP のアイドルでさえ、もうさ、耳間に合わないぐらいさ、耳足りない。そう、耳足りないぐらい、だから、もう全然 J-POP まで手が回ってなくて、本当に知らんね。しかも、私さ、テレビとか、あと小田さんみたいにラジオとかもあんま聞かないから、こう自然に入ってくる最近の曲とかも全然ないなってことに気づいたのよ。昔のおばあちゃん、紅白とか見てる時のおばあちゃん状態がもうすでに自分が想像したよりなんか早く来た。ちょっとわかるわ かる？え、なんでこれ知らないの？みたいね、初めな。て聞いた曲だよね、みたいうん。そう言ってたのが、なんかもうすでにそういう感じ、ほぼ。そうなんですよね。小田さんはどうですか？私は J-POP 自体はすごい聞くんですけど、多分この質問くださった方的には箱推しって聞いてくださってるんで、まあアイドルのことなのかなと勝手に思って、そうなると私もアイドルで日本人で推してるっていうのはいないんですけど、めちゃくちゃラビット信者なんです、私。テレビの番組のね。で、その「ラビット!」に出てるアイドルは結構好き。なんかレギュラーで、トラジャの宮近くんとか、美少年の大昇くんとか、なんかそういう、ちょこちょこそのレギュラー、「ラビット!」の子たちは、こっそり応援してる。あ、スノーマンの舘様とか。なるほどね。やっぱ「ラビット!」信者の人多いよね。そうかな。でさ、今年、こん、あ、違う、今月からさ、ケイくん金曜レギュラーだから。いや、そうでしょ。今それを言おうと思ったのが、うちのお姉ちゃんも「ラビット!」信者で、多マ分ジ？めちゃくちゃケイ君が出た時、まあ、前もさ、結構ちょこちょこ出てたじゃん。その時からすごい「ケイ君出てたよ」とかさ、なんかケイ君めっちゃいいねみたいな、ケイ君好きなのだから、ああ、そうなんだ。多分そう、だからなんか「ラビット!」強いなって思った。てか、私とお姉ちゃん、ほんと好きなもん似てない？え、確かに本当だね。え、今なんか今びっくりした。本当だね、言われてみたらかぶっそうだてる。わ。いそうだそうだそうそねう。え。あ、ちなみに私は、ラビットの中では青木マッチョがガチ推しです。マジでおばあちゃん走っちゃうけどさ お笑いの方かね。
そうそうそう。すいません。J-POP じゃないんだけど、結構、今推してるスキズボイネクニュージーと並ぶぐらい青木マッチを推してます。面白いってこと？いやー、マジ、かっこいい。あ、かっこいいなんだ。うん、うん。見てみよすいませう。そん、ちょっと話ずれちう。なるほどね。じゃあ、ラビット勢か。はい、応援してます。てかさ、私の自分の周りは、うん。たまたまだけど、全然 K-POP を知ってる人あんまいなくて、うん、同じく。ジャニーズの、あ、オタク自体は多いんだけど、ジャニーズのグループか、JONINI はい、同がじ多でいす。んだよね、やっぱ。マジでそねえ。う。うん。だから、K-POP が人気だなと思ってもいるけど、うん。やっぱり日本のアイドル強いなって思う。いや、わかるよ。ね一人もいないの、K-POP のオタク。え。うん。みんなジャニオタ。ああ、私も完全に、会社は完全にジャニオタだから、ジャニオタの人たちが盛り上がってる時にちょっとだけポツンってしてる。で、なんか、会社の男の人がよくわかん、あんまりそういう J-POP も K-POP もわかんない、そんな全然知らない男の人が、そのたびに、いつも、あ、加田さんは洋楽派ですもんねって言われるの。なんか K-POP のこと洋楽、もう J-POP 以外は洋楽っていう、あれだと思うんだけど、なんか洋楽派っていうとなんかちょっとイメージ違いますけど、はい、みようたいでな。はない。そう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 、K-POP 派ですね、みたいな。なる、いつも。ね、多いうん。よね。人気根強いよね、本当に。根強い根強い。いや、でもわかんの、なんか、たまに曲、普通にさ、こうランダムで流してると、今、スマイルアップだっけ？の曲、流れてくるじゃん、いろんなアイドルの。やっぱいいんだよね、曲も。しかもさ、私もその番組で K-POP のアイドルと番組で一緒になったとかさ、あとは合同コンで一緒になったみたいな感じでさ、ジャニーズの方とかさ、見る機会前より増えたけどさ、本当にみんな面白いし優しいし、パフォーマンス上手なんだよえ、そうそうそう。最近ほんとダンスも歌もね、ね。うん。うまいよね。そう。だからさ、K-POP だけじゃなくて、J-POP もさ、なるべくさ、見ないようにしないと、危ない。全これ以方向上に、そう、これ以上、推しを増やせないから、全方向に、厳戒態勢、張らないと。でもこのさ、ナンバーアイで思い出したんだけど、ライズのウォンビンくんがさ、NHK の番組でボンを踊ってて、なんかそれのボンの練習してるやつ、動画、見回った。てきてさ、めっちゃ可愛いの、あれ。あれ、ボン大好きになっちゃった、あれ。わかるわかる。逆輸入みたいそう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 、完全にな。逆輸入だよね。ね、なんか J-POP も K-POP も、まああんまね、垣根なく、なくなってってるよね、どんどん。ほんと最近そう思う。うん、かっこいい人がかっこいいみたいな、ね。感じかなと思ってます。この人にハマってますみたいな、ちょっとなくて申し訳ないんですけど、最近の2人の J-POP 事情はそんな感じでした。質問くださってありがとうございます。りがとうございます。はい。それでですね、今週の話なんですけど、今日、ただいま私、韓国におりまして、昨日までトゥモローバイトゲザーさんのソウルコンがあったので、ソウルに来てるんですけど、3連休で月曜日休みだし、ってので、今日は一日ソウルで
しておりました。わあ、いいな。前回のマイカムでその話してたと思うんだけど、韓国でゆっくりするの久々で、ちょっと新しいとこ行ってみようかなって思ったんだけど、今日はだいぶいつものコースを本当にうろうろしてた感ああ、そうじなんだ。でした。昨日まですごく暑くて、コンサート行く途中とかコンサート中とか本当汗だくだったんだけど、今日から涼しくなって、夜はちょっと寒いぐらいだったので、散歩日和な感じ。最高だね。そうだったので、東大門あたりからちょんのをずっとテクテク散歩、何もない、特に何もないまま散歩して、イクソンドンのあたりとか行ったり、まあチョンガク行ったり、あとはミョンドン行ったりで、なんかさ、ミョンドンは何個かデパートがあると思うけど、そこがもうクリスマスの、あ、見た？いや、見た。そう、とか始まってて、あ、もう始まってんだ。私はさ、ちょっとあんまり、ちょっと X があんま見えてないからだけど、あ、直接行って、あ、もう始まってるやんと思って、やばいね。あ、なんか一気に年末と思って、その辺を見たりして、最後カンファムまで行き、で、なんかその間にある本屋さんを全部入って、本屋さんの偵察して岡田さんといえば。でさ、今日は18時に鳥羽のカムバがあったので、ちょっとメンバーが行ったことあるカフェに入って18時を迎え、すごい、いい ね。そう、ちょっと他にもおじさんがいらっしゃったので若干ぼかしちゃうんですけど、そこに入って18時を待ち、MV 見たり新譜聞いたりして、いやー、めちゃくちゃいいですね。昨日も生配信でその話してたんだけど、全然関係ないけど、2つだけその新譜で気になることをお話ししたくて、てか MV なんだけど、MV めっちゃかっこいいんだけど、でもワンシーンだけなんかカイ君の手にめっちゃちっちゃいテントウムシがいっぱいついてるシーンがあって、ちょっとマジあそこだけ 見るたびにギャーってなるからつらい。全く同じ気持ちでした。っていうのが1点目と、2点目がサビあたりの歌詞で「ようにてじ」っていうところがあって、なんか永遠の大地っていう意味なんだけど、なんか最初歌詞見ずに聞いてたら、なんか「てじ」が「てじ豚」に聞こえるわけ。なんかさ、永遠に豚と思って どんな歌だよと思ったら、なんか「てじ」って大地だったっていうので なんか一人で笑ってたっていう。そういう感じでした。ちょっと永遠に、なんかそれ聞くたびにそこ、なんか絶対豚を思い出しちゃうなと思って、これから。かわいい。で、だからまあ MV を回しながら、その後はソウルの街をマジで本当に何もせず、本当にただ歩きまくった、ちょっと見てないけど何万歩も歩いたんじゃないかな今日は。楽しいよね、でも。楽しい、本当に。なんか何にもしない贅沢だなと思う、散歩って。でさ、まあ、帰り、今カンナム方面に泊まってるから、帰りは夜バスでさ、こうハンガンを通って帰ってくるみたいな感じで、なんかさ、今日その散歩しながらずっと思ってたんだけど、こうソウルの広い車道がさ、日本よりだいぶ広いじゃん。何車線もあるとこが多いし、なんかああいう感じとか、歩道が広い感じとか、でもなんか歩道になんかゴミがなんか連なってて、めっちゃ汚い感じとか、急にめっちゃ下水の匂いしてきたりする感じとか、でもそのなんかカンガンとか、チョンゲッチョンの川のあ、
なんか周りとかのあの綺麗さとか、なんかそういうの全部含めて、なんでか分かんないけど、やっぱソウルの街並みがすごく好きだなって改めて思って、何なんでしょうね、大きく見たら日本とそんなに変わんないのに、なんで歩いてるだけでこんなにドキドキするんだろうって思って、なんかソウルコンに結構たくさん行く前からソウルに一人旅をする行くのがすごい好きだったんで、もともとそうソウルの街並みがすごい好きなんだけど、なんか本当に細かい理由は全然わかんないけど、本当にソウル、 K-POP も好きだけど、やっぱりその前に私はソウルの街に恋をしてるなって思う。なんでこんなになんか歩いてたら幸せなんだろうって思う。ね。そうね、そう本そう当そずっと昔から言ってるよね。う。ずっと昔から言ってる。そう。で、あ、そうそう。で、そう。ずっと昔から言ってるから、この話、小田さんに絶対したことあると思うんだけど、やっぱソウルに行くと、まあさ、基本的にさ、休暇で行ってるから、それは楽しいことしかないじゃん。休みだから。それはもちろん前提なんだけど。あとはやっぱソウルにさ、私のことを知ってる人が一人もいないし、言葉も通じないし、っていうので、誰の娘でもないし、誰の嫁でもないし、誰のお母さんでもないっていう、誰の母でもないっていう、透明人間感が好きって多分話したことあると思うんだけど、なんかその感覚が好きで、やっぱ一人旅が好きなんだろうなっていうのを思い出してたんですよ。自分が置かれてる属性とか、急に遠いとこに行っちゃって、なんか私は私でしかないなって思える。誰も知らないところに急にポンと一人になると。今年はさ、ソウル他にも行ってたけど、結構バタバタしてたり、あとなんか初めて行くとこはもうそれになんか集中しすぎちゃって、なんか忘れてたんだけど、久々に超ゆっくりソウルの街並み歩いてたら、ああ、これが好きだったんだなってのを思い出したんですよ。で、さらにそれで思い出したのが、そういえばこのチャンネルを始めるときに、このチャンネル内でも同じようにいたいっていうふうに思ってて、その年とか細かい今の家族構成とかを言わないで、このチャンネルをやりたいっていうふうに言って、で、小田さんもそれでいいよって言ってくれて、その感じでやってるじゃん。で、そういえばこの話してないじゃんと思って、なんでそうなんっていうのを、確かに。そうそう。でさ、これ本当は3000人記念の時とかにお話しすればよかったなって思って、で、忘れちゃってたから、ちょうどいいなって思ったんだけど、女の人ってさ、大人になったら、まあ、独身でいるか、既婚か、子持ちか、あと離婚するとか、まあ、なんかいろいろ属性があるじゃん。だけどさ、そのなんか、ただのそれだけの属性に分けるのは、すごい簡単なんだけど、だからその中にもでもいろいろそれぞれのさ、事情があるじゃん、それぞれの人にとに。だからさ、その属性だけで、ああ、推し活しやすいな、しやすいよねとか、しにくいよねとか、なんかいろんな一般的なイメージがあるじゃん。いや、私ももちろんそういう一般的なイメージを持ってるから、そういうのももちろんあるんだけど、でもなんか、それだけじゃ測れないものって皆さんそれぞれあるから、だからその先入観みたいなのがない方がお互い気楽かなと思って、そういう話をなしにこのチャンネルをやりたいなって思ったので、その話さずにやってますっていうのを、どこかで話そうと思ってたのに忘れてたなと思って。突然すごい大事な話。そうなんですよね。でもそう、本そ当にそうだね。う。そう、あと年も公開してないけど、別に何歳とか知られたくないとかじゃなくて、で、あと言ってないけど、
話してる内容には嘘はないから、なんとなく何歳ぐらいかなって皆さんこうご想像されてるかもしれないんですけど、でまあ多分それが多分大体合ってます 想像されてるぐらいそうのね。年代です。はい、だけどなんか別に年齢、推し活に年齢関係ないじゃんっていうスタンスというか、なんか何歳だっていいじゃんいいじゃんみたいな、なんか推し方も年も属性も関係なく、なんか好きなものを好きなように押そうよっていうチャンネルでいたいなと思って、そういうふうにやっております。で、それで本当にありがたいなと思ったのが、その話をどこにも、どこでもしてないのに、多分私たちがしてない話はしたくないんだろうなっていうのを、多分聞いてくださってる皆さんも察してくださってて、一度も聞かれたことないんだよね。本当にそいや、それが本当にありがたいなと思ってて、う。すごく、勝手に皆さんもこういい距離感でいてくださるのが本当にありがたくて、居心地よくて続けてられるなっていうふうに思うよねっていう。や、本当にそね。う。そう。なんかさ、たまにこの話を小田さんとした時に、誰も一回も聞いてこないから、多分興味ないんだと思うとかいう話をさ、ちょっと冗談でしたりしてるけど、多分そうじゃなくて、多分私たちの気持ちを汲み取ってくださってるんじゃないかなって思ってるので、本当にありがたいよね。で、実際、本当にいろんな年代の方が聞いてくださってるじゃん。嬉しいよね。でさ、推しもみんな違ってさ。わかるわかる。なんかそう、年もそうだし、推しが違うのに結構いろんな方がいらっしゃってくれてるってのが意外だった最初。そうだよね。そう。でもすごく嬉しかった。ねえ、居心ね地がいいよね。なんかうちらが一番居心地いいチャンネルになってる。確かに確かに。本当にそう思う。皆さん、ほんと優しいしね。そう。なので、そうだ、ちょっとそれを今日、ソルにいて居心地がいいなって思ってたのを思い出しながら、あ、そういや、その話したいなと思って、あ、こういうの前カウントすりゃいいんじゃんっていうなるほ ど。い気や、持めちちにゃくちゃいい話。なりました。皆様、いつもありがとうございます。ありがとうごはい。ざいます。そんなつもりで、いろいろあまり話さずにおりました。そうだね。はい。はい、すいません。いろいろ長めに語ってしまったんですけど、いやいや。そんな感じです。小田さんはどうですか？加田さんの素晴らしい話の後に よろしくお何願い。も話したくないんだけちょっと待った。ど 今週私に起きたことといえば、ポケカのアプリが配信されて、ドハマりしてるっていいや、本当に、私の周りもみんなハマってるよ。本当？本もう、当？本当に本当に本当に。私もともとポケモンが大好きで、っていうか私、そもそも、ゲームとかアニメとかも結構、好きで、多分 K-POP ハマる前とかも生粋のオタク気質なんですね。で、ポケカだけは手出しちゃダメだと思ってたんだけど、アプリは無料でできるから、始めたら案の定ドハマりして、アイドルのトレカとかと一緒で、収集癖がさ、発動して。そうだ、小田さん、そうだ、そうだ、そうだ。それはそう。確かにアイドルの前から集める、収集癖があるとは思ってる。でしょ？ 一番やばいタイプのさ、ゲームにはまってしまって。そう。で、
思いっきり最初の登録で本名でやっちゃったんで、なんか30日間名前変えられないの。だからちょっと30日経って名前変えたら皆さんフレンドになってください。すごい。いいね、それ。でしょ。でもやってる方いらっしゃるかな。それさ、なんだ、ゲームでカードを集めてくの？カードはなんか無料で開封できるの。で、そこにめっちゃレアなカードとかも入ってて、カードでバトルをするの。やっぱレアなカードは強いみたいな感じで、はい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 。まあ、どんどん収集していくんだけど、うんうん。いや、これは、まあ、ポケカの話はあんま長くしてもね、興味ない方も多いと思うんであれなんですけど、オタクってさ、皆さん K-POP ハマる前とか、何のオタクだったんだろう。なるほど、なるほど。面白い。うん。いや、そう、それこそさっき私は言ったけど、結構いろんなことにハマりやすいタイプなんで、あ、お笑いも好きだし、ラジオも好きだし、アニメもゲームも。え、本当に引きこもりのオタクタイプなんですよ、私。あ、で、あとサッカーも好きだし、意外とね、なんかそういう幅広くオタクしてきたんで。そうそうそう。だから前言ったけど、本当に引き出しが多いんですよ。いやー、なんかそれが、ね、よく言っていただくとそうなんですけど、本当ただのオタク気質なんですよね。なんか皆さんいつも K-POP の話をさするチャンネルだから、もちろんそういう話しかさコメント欄でやり取りしないじゃん。でもなんか X とかで、たまに本当にプライベートなことつぶやいてる方とか見ると、あ、この方野球が好きなんだとかさ、あ、でも野球好きな人多いなって思ってる。あ、ねえねえねえ。うんうんうん。うん。はいはいはい。なんかその、ちょっと、あ、なんかさ、このマイカム始めた時も、もうちょっとパーソナルな話を聞きたいみたいなさ、ああ、はい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 。聞けて嬉しいですみたいなコメントいただいて、あ、なるほどって思ったし、逆になんか私も視聴者さんのそういう X とかでの、なんか推し以外の話がちょっと出てくると、あ、なんかこういうの好きなんだって思うことが多くて、楽しいの。きっとさ、なんか、何か他にも絶対好きなものってあると思うの。ね。そういうのちょっと聞けたら面白いなって思って。確かに確かに。そうだよね。そうだ、K-POP にハマる前もそうだし、今も一緒にね、他の何か好きなものがあるよね、きっと。なんかそうだよね。絶対そうだよね。だから、ちょっとポケポケのフレンド募集とともに、皆さん何が好きなのか。両方ね、ちょっと聞いてみようと思って。そうだね。確かに野球はちょこちょこ見るな。ね。あ、でもラジオ好きって方結構多いのかも。なんかこのチャンネルを聞いてくださってるぐらいだからさ、こう耳で聞くのが好きな人多いのかなっていうのはちょっと思ってる。なんか全然関係ないけどさ、いつかのマイカムの前あたりに、やばい、今日のお題がマジでないみたいな、喋ることがないって言った時に、なんか家族にみんなが、世の中の人が なんか興味のある雑談ってなんかあるっけって言ったら、なんか大谷か選挙って言われて 両方無理、喋れないと思って トランで、プかハリスでしょ。そう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 、大統領選か大谷って言われて、ちょっと大きい、話題が大きすぎるわと思って 今思い出したわ。扱いきれない扱いきれない、ちょっと、って思っね。て。でも確かに、それの世の中の人が ね。って思ったけど。ねえ、そうだね。きっと私たちもさ、このマイカムで
あ、こういうの好きなんだって皆さん思ってくださってると思うんですけど、逆に ちょっと聞いてみたくなった。いいね、いいね。そんな感じの、ポケポケ俳人になってる小田です。なるほどね。いいね。でもさ、一回そういうの始まるとさ、すごい、そっちに集中しちゃわない。時わ間かるわといっかる。ぱいできるやつなの。あのね、課金しなくても、できる。だなんからか。ね、X、なんか最近スレッズも見るのハマってて、今更。なんかね、X とスレッズ全然違うの。だから、見てて全然違うの面白いなって見比べたりするのが結構趣味だったんだけど、先々週ぐらいまで。ポケポケ始めてから全然見なくなっちゃった。あ、そうそう、そういうのあるよね。あるある。私もさ、今週、ソロにいる間、なんか、小説にはまって、なんか、すごい読んでたら、X 全然見れなくなっちゃって、なんか、そういうのあるよなと思って。わ かるわか そう、る。追いなんか、切れてない。追い切れてない、いろんなことで。そうね。はい。こんな感じで、寒くなりそうだよ、そろそろ。あ、ね、でも今日ね、東京は暑かったよ。暑いんだ。あ、全然関係ないけどさ、今週末、ベルーナドームでえなり君のコンサートなんだけど、マジでさ、何着てったらいいか全然わかんなくて、確かに。なんかもう真冬の方が、もう全部着込んでいくみたいなので、逆に楽だなと思ったの。かもしれない。で、一番迷う、今。あ、ベルーナか。え、ダウンおかしいよね。まだ早くない？あの人てやかばいっ全てな然る。今日いらない。今日ぐらいだったらいらないよ。いらないよね。どうしよう。でもさ、去年さ、12月ベルーナドーム行った時もさ、暖かくてさ、なんか そうだったよね。あー、もうわかんない。どうしよう。ちょっとそれがめっちゃ、今週、ソウルで汗だくだったから、コンサート中。なんか、あれはもう暑いのも結構辛いなと思ったそうだよね。の。そう。なんかすごい悩んでる。やっぱこう、後からつけれるものをいっぱい持ってた方がいいよね。ねえ、荷物多くなるね。荷物多くなるね。くー。ああ、それをちょっと悩んでおります。全然ごめん。喋る予定じゃないもの急に最後入れちゃったけど。いいよ、全はい。然。ベルーナ行かれる方、ね、皆さん、多そどうなんだろうと思ってます。はい。ちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけど、ここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。またねー。またねー。